はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日も、Waves の CR8 のお話をしていきたいと思いますが、まだ CR8 が初めてという方は、前回に出した動画を参考にしてから、こちらの動画を見ていただく方が理解がしやすいと思いますので、概要欄に貼っておきますので、そちらをまず見てください。そして、今日は、 前回説明しきれていなかったところや画面の中央にありますようにここですね。モジュレーションや ADSR、そして MIDI キーによりますコントロールを説明していきたいと思っています。まずはサンプルを入れるところから始まります。サンプルを入れるときコスモスが出ていない場合はこの虫眼鏡ボタンを押します。 はい。このようになりました。ちょっと聞いてみます。このようなワンショットがあります。少しエレピの音を探してみます。ちょっと聞いてみましょう。はい。このような音を選択します。 ダブルクリックで入力することができますし、ドラッグドロップででも入力することができます。このようにサンプルが入りました。ちょっとキーボードを引いてみます。トンとだけ押します。今度は長押しをします。 はい。かなり長いですね。ですから、サンプルを切りたいと思います。そして、少し最後はフェードアウトもしたいと思います。これで弾いてみます。 なりました。サンプルによってこのところが自動的に選択されます。もちろん後で自分で変えてもいいわけです。一番上からビートというのはドラムやパーカッションに適したサンプルのやり方です。ハーモニックというのはピアノやギター、いわゆる和音で鳴る楽器ですね。そしてメロディックというのは サックスやメロディー楽器などに使います。ボイスは人間の声です。そしてクラシックは元の長さを維持したり、タイムストレッチをする必要がない場合、このクラシックを選ぶと良いでしょう。そしてサンプルを追加するときに、プリセットをこのようにいくつか入れているとします。 そしてフィルターもセットしているとします。いろいろな設定を加えてあったときにも、このまま新しいサンプルをここに上書きしたとします。そうしましたら、設定してあったフィルターや、ここに入れてあった ADSR やモジュレーション、これが消えてしまいます。 しかし、ちょっと元に戻します。ここで、こちらのボタンをクリックして、枠を黄色くしておくと、サンプルを入れ替えても、その状態が保てます。はい。残ったままですね。このように、一度設定した値で、 そのままサンプルを入れ替えたりするような時にはこのボタンを押して黄色くしておいてください。そしてその他前回に説明できなかった使い方ですけれどもこのサンプルの上部の黒いルーラーのところですね。ここにマウスを近づけるとこのように虫眼鏡のツールになります。この状態でマウスをプレスして上下すると 拡大縮小して見ることができます。サンプルを詳しく見たいときはこのようにしてください。今このようにサンプルを部分的に切り取って、そしてフェードアウトをつけていますが、これが確定したとしたならば、このボタンを押すとクロップ、いわゆるトリミングできます。はい。このようになりましたね。 こうしてクロップすることもできます。今度は新しいレイヤーをつけてみたいと思います。今の音がこんな音ですからはい。このちょっと生ピアノっぽい音を鳴らしたいと思います。新しくレイヤーを作ります。 今度はドラッグして入れました。こうしますと、今、ミディキーを押すと2つの音が鳴ります。はい。ちょっとピアノの音が強くてわかりにくいですので、ミキサーで変更を加えましょう。はじめの音を大きめにします。こちらを少し小さめにします。 そしてパンも振っておきます。はい。ちょっと特徴をつけるためにこのようなこともしてみます。こちらは高い音域で弾けるようにしてみます。ここを C3 から C2 などに変更します。 そうしましたら、このようになります。はい。このように2つの音が同時になるようになりました。そして、ここから音作りの話に入っていきます。このエレピの音でテストをしてみます。ソロにします。 もう少し原因を挙げておきます。原因を挙げるのはここです。そうしましたら、この部分のお話に行きたいと思います。この右の小さな三角で詳しい情報を見ることができます。M とついているのはモジュレーションのことです。M1 を押します。 そうしましたら LFO、この波のようなものが今オーソドックスな波が見えています。これを色々変えることができます。いろんなプリセットを見るのにはここを押します。するとここにたくさんのプリセットがありまして、このように波形を変えることができます。 このように設定したものをチューンのパラメーターに利用したいと思います。そういうときは、この M1 のボタンをチューンのところに乗せます。乗せただけでは何も変わりません。そうしまして、この小さな M1 という表記があります。 これを押して上に上げると数字が上がっていきます。それと同時に円弧が大きくなっていきます。いわゆる聞き度合いが大きくなっていくということです。これでやってみましょう。そして波形の種類を変えてみます。 このようにできるわけです。もちろん鉛筆で書くこともできます。そうしましたら、これをプリセットとして登録することができます。ユーダーが登録したものは、このように色が変わります。 画面下のモードですけれども、これは一度だけモジュレーションをかけます。<noise> 一度かかったら終わりになります。これを継続する場合は、サンプル自身をループすることで続けて効果をつけることができます。そして次の、これが通常のやり方です。どんどんループしてこの波形を実行します。 その隣は波形が行き来します。一番右はポーズします。効果が効きません。効果が効かないのにこういうものがあるということは、スタジオワンの場合、この画面の 左上のところを見てください。ここがポーズという風になっています。違うものを選びますと、ループという風に変わります。このようにここにあるということは、オートメーションをできるということです。ですから、途中でこのモジュレーションを急にストップさせたりというような複雑な使い方ができるということになります。そして、 一つのモジュレーションの中には LFO 以外にもシーケンスというのがあります。このシーケンスを使うともっと表情のあるエフェクトをかけることができます。例えばこのようなシーケンスです。音を鳴らしてみます。このようにシーケンスに合わせて 音をエフェクトすることができるようになっています。ですから、これをワイドのノブにかけていくこともできます。これで音の広がりがこのように変わるということです。パンなどはもっとわかります。 このように振るんですけれども、その中心はここで決めた値になります。左寄りで動くとかいうことになります。もちろん、ボリュームに当てはめると、 音の大きさがすごく変わります。このようにして、モジュレーションはかけていくことになります。ADSR をこのパンとかにかけるということになると、どのようになるのでしょうか。今、A1 をパンに振りました。 そしてこれをしっかり度合いを大きくしておきます。ADSR は時間軸に対してのエフェクトです。ですからこのようにアタックを後ろにします。すると効果がキー入力されてからある程度経ってからこのように効果が強くなりましてそれを持続して どのように効果を終わるのか、いわゆるリリースの部分ですね。このように変えることによって、ここで A1 をかけましたが、効果の立ち上がり方が変わってくるようになるわけです。モジュレーションの中でも LFO を使うか、シーケンスを使うか、それに時間軸の制御を足すか、 このようなことを複雑に絡ませて面白い音作りをできるということになります。今度はミディキーボードとミディのアフタータッチ、そしてピッチホイール、モッドホイール、ベロシティというこの緑色のエリアがあります。これはどういうことなんでしょうかキーボードというからにはこのようになります。 キーボードの高い音程のところを押すとドライブがよく効いて低いところは効かないというような時にこのキーをドライブにかけることができます。フィルターをオンにしておきます。そしてかけたエフェクトをかなり強めにこのようにしておきます。するとキーボードの音程で このドライブが変わります。低い音程を弾きます。ほとんど動きませんね。これ、高い音を押します。青い点でその動きを確認することができます。このように高い音の方が 小さく迫力なく聞こえるので、このようにドライブをかけるということもできるわけです。ドライブの全体のかかり方はもう少し上げておきましょう。低い音を弾いたときは、ほとんど聞きません。高い音を弾きます。こんな感じに、パワーが出てきます。こういうような、 オーバードライブの使い方も一つの方法だと思います。そしてアフタータッチやピッチホイール、モッドホイール。ピッチホイールは例えばチューニングにかけてみます。そしてこれも聞き度合いを変えておきまして、こちらの M1 は消しておきます。そうしましたら、これで、今は何もなりませんが、 ピッチホイールを使うことができます。そして少し特殊なのはこのベロシティです。これを今度はチューニングに入れてみます。そして効果を上げておきます。このようにするとちょっとやってみましょう。軽く弾きます。 今度は強く鍵盤を叩きます。ちょっとピッチが上がるわけです。もうちょっとやってみましょう。という風うにピッチが変わっていきます。まあ、こういうことは実用的には使わないと思いますが、こんな時ならうまく使えると思います。ここをループにしておきます。 そして、このスピードを上げておきます。そうしましたら、今でこのようになります。もっと速くしておきます。これをもう一度低めにしておいて、このベロシティを乗せてみます。 そうしましままてて効果を上げておきますそうすると緩く押した時はもっと緩く押しますちょっと強めに押しますというふうにベロシティの大きさで サンプルの再生スピードを変えるというような面白いことができるわけです。こういうのはダンスミュージックなどでうまく使えばすごく効果的な方法だと思いますが、 一般のポップスとかではこういうような使い方はしないでしょう。これが CRA と中段にあるいろんなプリセットの使い方になります。ですから ADSR をつけるとですね、かかり自身が時間軸によって変化するようになります。これをこのスピードのところに乗せてみます。そして効果を確認します。 そうしましたら、まず緩く押します。このかかりをもっと遅くします。もう少し早くしてみます。 そして上がって下がるようにします。一旦速さが速くなってまた落ち着きます。こんな面白いことができるということになります。おさらいになりますが、この上のトランジェントをオンにしておいて、そしてサンプルを少し短めにします。 ここでフェードインフェードアウトをこのようにしますと前後を自然につないでくれます。そしてこのユニゾンを押すと若干の時間ずれができるようになっていまして音に分厚さを加えることができるようになるわけです。 切ります。ここらもうまく使ってください。そして右側にソフトモノというのがあります。強制的にオノラルになります。今聞いててもわからないと思いますが、マニュアルに。 目を通すと、この説明はグローバルなボイス数がポリフォニックで、そのゾーンで複数のキーが演奏されている場合でも、特定のサンプラーが一度に複数のノートを演奏しないように強制します。ということで、ソフトモノは最後の着信音。着信音というのはサンプルして弾かれた音。 のみを再生しますという風になっています。あの、読むと難しいんですけれどもですね、ポリフォニックで入ってきたものでもですね、複数なノートを演奏しないように、最後に弾かれた音だけ再生しますということになっているわけです。そして、あれここで村長のマニュアルが日本語になっていることに疑問を感じる方もおられると思います。 僕は何度か皆さんに紹介してきました。Web アプリで無料の PDF 翻訳ソフトというのがあります。ドックトランスレーターと呼んでいます。ここに英語のマニュアルをドラッグします。そしてしばらく待っていると翻訳を自動的にしてくれてダウンロードができるようになります。このように僕の方で使い方も説明しています。 この YouTube の URL も貼っておきますので皆さん英語に苦手な方はこの方法を見て英語のマニュアルを日本語にしてください確か容量は10メガ以内という風になっていますのでそれ以上のファイルは分割するとかしないと少し厄介ですでもほとんどのマニュアルは10メガ以内というものが多いですので翻訳が 簡単にできますので、日本語で表示できるようになるわけです。この機能はとっても便利ですので、皆さんも無料で使えますので、ぜひとも試してみてください、えー。話は元に戻りますけれども、このように CR8 は今日現代イントロキャンペーンで1200円ぐらいの費用で購入できるわけですけれども、僕は当初サンプラーというのは あまり興味がなかったんですけれども、やっていくうちにかなり音作りの幅ができるんではないかなというふうに感じています。ぜひとも今までサンプラーを使ってなかった方は一度やってみてください。長い時間ご視聴ありがとうございました。村長でした。